みんなの知ってる絵本が映画になりました。草食恐竜のお母さんに育てられた肉食恐竜のハート。お母さん、僕どうしてみんなと同じに食べられないんだろう。誰にでも苦手はあるよ。やがてハートは大きくなり、森の外へと出て行った。うめえ、うまそうだな。あ、お父さん、お父さん、名前呼んだんだからお父さんだよね。うまそうってとってもいい名前。でもどういう意味？最初は食べるつもりだったのに、ちゃん、2人はだんだん仲良くなって本当の親子のようになっていった。お父さんみたいになりたいか。母さんはどんな気持ちで俺を育てたんだろう。このまま一緒に伝えたい。消え失せろ。二度とこの平原に足を踏み入れるな。あ、うまそう。今日でお別れだ。自然の中で繰り返す不思議な出会い、優しいさよなら。よし、俺とかけっこをしよう。お父さん、もしお前が俺に勝ったらずっと一緒にいてやる。お父さんと絶対一緒にいる。行け、うまそう。行け。お前うまそうだな。僕はうまそうだよ。